レディーライは、アメリカ合衆国の競争場、繁殖品場である。主なカチクラは2014年のブリーダーズカップ、ジュベナイルフィリーズターフ、2015年のベルモントオークス、ショータイステークス、2016年の、フラワーボールステークス、2017年の、ゲームリーステークス、ダイアナステークス、2012年2月2日に誕生。2014年8月に、 サラトが競馬場でデビューし、イラットオルティスジュニア騎場で初勝利を挙げる。以後、引退までの全レースでオルティスが手綱を取った。2歳児は参戦無敗で、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフを制した。2015年は、ベルモントオークス招待ステークスで G1 レースに勝目を挙げ、デビューから無傷の6連勝を達成。しかし、 その後何秒の低用炎を発症し、1年以上の休養を余儀なくされた。2016年8月に復帰し、初戦のボールストンスパステイクスで2着に敗れて、初の敗戦を起死したが、次戦のフラワーボールステイクスを制して復活を果たす。続く、ブリーダーズカップフィリーメアターフは、地元のエースとして迎えたが、ランフランコデットーリの英国は、 クイーンズトラストに花咲かわされて2着に赤敗した。2017年はゲームリーステークス、ダイアナステークスを制し、G1 勝利数を5に伸ばした。ラストランの予定であったブリーダーズカップフィリーメアターフで前年の雪辱を期したが、レース中に列勝を追った影響で初めて連帯を外す7着に敗れた。予定されていたセールへの上場も中止され、 年が明けるまで現役続行か引退かの結論は定まらなかった。2018年1月16日になって正式に現役引退が発表された。その直後、前年のエクリプス賞最優秀芝品馬の受賞が決まった。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。繁殖1年目の2018年はオーフロントが種付けされた。 その子を受胎した状態で前年欠場した、キーインランド11月繁殖セールに上場され、ヒルンデールファームによって420万ドルで落札された。ありがとうございます。